これで眼神経の自称国心情の中のロという字でございます。材質は平面的に焼いた瓦ですね。瓦板と、それから、筆には胡粉という絵の具を使って、水で溶きまして、そしてここに書いて書きました。このように、厚みがある、それからにじまないものの上に盛り上がるということで、立体の世界を、本当の書というものは目指してまいります。はい、以上でございます。